タイソンチャンネルで僕らは育った。タイソンチャンネルの子供たちだ。はい、タイソンチャンネル、タイソンチャンネル始まるぞ。パラッ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 ラッラッラッ、はい、はい、始まりました。タイソンチャンネル、チーチャンネル、はい、今日は、連日で申し訳ないですけど、はい、説教します、はい、あなたに、はい、ね、昨日もがっつりと彼は酒を飲んでました、うん、で、うん、案の定、うん、ね、うん、酒飲んでないって嘘ついてたけど、うん、もう完全にバレてます、うん、ね、あの川崎の彩子さんのところに行ってる時は 100% 飲んでます、うん、はい、もうバレバレですから、うん、で昨日なんて、うん、昨日電話とか来たじゃん、うん、俺美容院いたんだけど、うん、電話とか来て、うん、もうねテンションが明らかに違うんだよ、うん、楽しそうでさもう明らかに酒飲んでますっていうあれと思って俺なんか飲むにしろさ もうちょっとコソコソしないのかなと思って、うん、バレないようにね、うん、もうそのなんつうの、もう堂々としてるその、うん、あれがさ、もう笑っちゃったけどさ、うん、もう昨日はもう笑って済ましたけど、うん、あ、もうダメだ、もう明日説教しようと思って、うん、うん、ね、それで今日今さっき合流して、うん、さ、今度やれ、腹が痛い、うん、腹が痛くて下痢してなんかゲロも吐いたらしいんですよ。まあ、腹痛いのはしょうがないけど、うん、それで体調が悪くなるのも、うん、ゲロ吐くのも、うん、それね、昨日もがっつり飲んでたからだろうと、うん、ね、酒も飲んでなくて、うん、俺なんか早寝早起き規則正しいさ、うん、生活してるからさ、うん、体調が悪くなるなんてことが まずないんだよ、うん、ね、うん、だから昨日も酒飲まなくてちゃんとしっかり普通に過ごしてれば、うん、こんな今腹下って下痢でね、うん、戻すことなんてこともないし、うん、でそういうところの自己管理もしっかりさ、うん、してください、うん、わかります、うん、はい、グーの音も出ないでしょ、はい、グーの音も出ないでしょ、なんか、うん、なんか言い訳あんのだから友人、友内だ、友内はこの前終わってるじゃんもうそれ通用しないよ、うん、で、うん、俺は別に怒らないけども、うん、ね、飲んだからと言ってだけど、うん、見捨てないしね、うん、だけど、うん、もう何だったら今日じゃあ誰かに連れてくよ、嫌でしょ、いやだ、行きたくないでしょ、いちいち、うんうん、だけど、そういう風に強制的にもう、うん、カウンセリングさせたりだったの、うん、手続きで俺取っちゃうからね、最悪のパターン、嫌でしょ、そんなこと、うん、そんなことしたくもないし、うん、だから言ってるのよ、うん、で、これ言われてるうちが花だからね、うんうん、どうでもよくなって、あ、もういいや、もうこいつに 何言っても無駄だと思って言わなくなったらもう終わりじゃん、うん、そう、これが俺の、何ちゃんとまあ素直に聞いてくれてるから全然いいんだけど、うん、もううるせえよこいつ、もこいつの話もうるせえよ、もうやかましいわってなったら終わりだし、うん、ね、そうだね、そうそうそう、うん、俺は兄弟のことを思って言ってるわけです、うんうんうん、ね、俺がちゃんと力の兄弟を何とかしますって俺もう言った以上、うん、責任持って俺は
改善させるし、うん、やっぱりさ、こうビットした、俺この前インスタライブやったんだよ、うん、たまたま、うん、インスタライブやった時に、うん、昔の力君がビットしてたのに、うん、もったいないですみたいなコメントが結構来たの、うん、だから昔を知ってる人がいるんだよ、うんね、昔のね、横浜の鶴見の力って言ったらすごかったっていう ね、うん、ねそういう、うん、生で見てた人が、うん、今の兄弟を見て、うん、残念がってる、うん、そういうのもさ、うん、なんか嫌じゃん、悔しいじゃん、うん、今なんか落ちぶれちゃったみたいでさ、うん、ね、そう、ね、そう悔しいから、うん、その見返そうぜ、うん、そう、ね、そうしっかりビッとしてさ、うん、そうそう、俺も兄弟分として、うん、ビシッとしてもらいたいし、うんうん、そうそうそう、まあだからちょっと説教パート2になっちゃったけど、うん、ね、うん、どうしたの、なんかいいネックレス増えてるけど、うん、大層君にもらいました本当だよ、うん、で、俺さ、こうやってネックレスも今日もあげたりさ、うん、バッグもあげたりさ、うん、靴だって5足ぐらいあげてさ、うん、そんな俺に対してさ、うん、何なんだ、鬼だとか、なんだっけ、なんか、うん、なんか、俺をなんかそういう、なんか、変な扱いするじゃんなんだっけ、厳しい、なんでそんな厳しいんだとかさ、うん、なんかすげえ言うけど、俺、うん、優しい方だからね、俺はなんで俺にそんなに厳しいんだとか言って、さっきずっとなんかわわわわめいてたけど、うん、俺優しい方だから、本当に、うん、頼むよ、うんうん、あれだね、ちょっと叙々苑ぐらい追ってもらわないと割に合わないね、うんうん、なんかある兄弟から言いたいこと、とりあえずまた薬を飲み始めて、うん、飲んで、うん、とりあえず、うん、改善しようかなと思ってます、うん、はい、昨日飲んだんでしょ、はいはい、昨日飲みました。で、今日も飲むんでしょ。今日も飲みます。飲むよね、はい、そうそう、だから、まあ、薬を、うん、飲んでれば、うん、結構平気なの。平気平気、うん、だったら、うん、ちゃんと薬、朝昼晩なのかな。うん、そう、うん、朝昼晩、朝昼晩飲んで、うんうん、まあ飲まないように、うん、うん、そうそうそう、何もさ、別にさ、うんうん、一生やめろとは言ってないから、うんうん、とりあえず今は結構重度のアルコール依存症だから、うん、とにかくこの今やばい状況を一旦全部クリアにしてやめたい、うん、もう平気だなっていう時にはさ、うん、別にたしなむ程度に飲むぐらいでもいいじゃん、うんうん、とりあえずこの今一番やばいから、うん、やばい時を乗り越えようってことよ、うん、そうそうそう、何も一生酒飲むなとは言ってないんだから、うんうんうん、そうそう、そういうことですよね、皆さん、うん、なんで、まぁ、あ、ちょっと、うん、ね、もうちょっと、うん、まあしっかりね、そう、しっかり、うんうん、一回こっち向いて、もう鼻毛が出てるから、もうまず嘘、まず鼻毛が出てる、鼻毛出てる、そっからしっかりしよう、うん、ってことでね、まあまた、うん、うん、まあね、飲む時、まあまあ、うん、まあこればっかりは長期的なんで、あと、うん、あと今日うん、このあともう一本撮りますから、うん、はい、あ、そうだね、はい、兄弟が撮りたいことあるよね、うんうん、ちょっとね、ムカつきやつがいて、そいつの説教、うんうん、俺ちょっとブチ切れたから、はい、それがあるんで、うん、はい、ちょっと兄弟がね、はい、昨日から激怒してることがあるんで、うん、はい、また皆さんそれもお楽しみください、はい、じゃあちょっとそんな感じで皆さんまた、また、はい、はい、ありがとうございます。